everyday moments are the important moments that connect us. キウナゴヤ。皆さんこんばんは。2月16日火曜日午後10時になりました。名古屋にあるダンサーズスタジオから旧名古屋お送りいたします。今日ね、王子ね、もうね、この番組が始まる前からね、もうテンションがマックスなんだよね。それはね、後になったらわかりますよ。滑り王子マスクマンです。はい、お隣。はい、本番4分前までスマホがなくなって大騒ぎをしてパニックになっていた味噌煮込みスキーと、本当ですね、スマホ皆さんない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 探される方いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども、私もその一人でですね、よくですね、この携帯ないな、あの携帯ないな、その携帯ないな、何台あるんだってわからないダンサーズでございます。たくさんあるよね。はい、はいはい、以上の個性的な3人がお送りします。はいはい、はい、今週のテーマは趣味。今週のテーマは趣味です。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。 kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。またインターネットラジオ配信サイトマイチューナーラジオからも放送しています。マイチューナーラジオアプリまたはマイチューナーラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。本日はゲストコーナーがあります。本日の電話ゲストは FM ギノワンで毎週水曜日22時30分から放送中の番組小室ゆりの夜サプリで MC されている小室ゆりさんになります。22時12分頃からとなります。この番組は高級木材のご用命は名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇首里中村製菓、フォークリフト整備塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプルエイト、ザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、陸上海上輸送一貫サポート東海協和、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたします。キウナゴヤ。はい、メールご紹介したいと思います。はい、お願いいたします。今週のテーマは趣味です。泉佐野の特急サーさんからです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。僕の趣味は旅行です。大型連休になると地元関西を離れて、離れての旅行を しています。普通の休日は関西周辺にプチ旅行をしに行きます。この趣味はお金がかかりますが、お金を出しても損はしない趣味だと思っています。また沖縄に行きたいなと思っています。じゃあまたやーってことでございます。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、こう関西の方で、まあ、その近場へいろいろ出かけられるってことですね。うん。まあ、それも、まあ、関西も広いですからね。そうですよね。いろんなところにね、遊びに行けると思います。ありがとうございました。ありがとうございます。では行きますね。はい。お三方さん、うん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。ふんふんしんいちです。ありがとうございます。ありがとうございます。いつもメールが遅すぎてご迷惑をおかけしているので、たまには早めにメールしてみます。いや、とんでもないです。ありがとうございます。ありがとうございます。テーマ趣味。20代の頃、絵を描くことが趣味の一つでしたが、今では仕事の一部になっています。ですが、仕事になっても絵を描く楽しさは変わりません。しかし、顧客満足度が高いかどうかはまた別の話です。最近もある報告書の絵を瓶型風にアレンジして描いたのですが、描きすぎて依頼主さんから
そこまで書かなくても良いのにと言われてしまいました。それでもどうにか満足してもらえたようで良かったです。ということでした、うん。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。はい。ということで。はい。はい、いっぱい書いてあるんですね。ねえ。はい。いろいろね、実はね、写真が添付されていて、その作品もなんか見えるんですけれど、はい、うん、原画があるんですけどね、はい、うん、すごい細かく書かれてますね。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続いてですね、はい、愛媛のしんちゃんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。名古屋の皆さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。味噌煮込みスキーさん、遅れましたが、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。先週でしたね。先週でしたね。はい。はい、なかなかお会いできませんが、味噌煮込みスキーさんのツイッターの美味しそうな料理の写真や、沖縄の素敵な写真に癒されています。またツイッターで絡んでください。ありがとうございます。絡んで絡んで。そうなんですよ。もう最近、ほら、ステイホームなので、うん、出かけると言っても、あまり出かけるところがないので、その料理の写真とか、うん、あ、まあ、自分の家で作ってるね、あとはその過去の沖縄の写真を結構写真整理しててあげたりとかしてるんで、それでツイッターでちょっとやり取りをしました。はい、はい、で今日のテーマ、はい、趣味ですね、はい、つい最近一緒に働いている学生アルバイトの女性と趣味の話をしたところでした。彼女はこれから就活を控えている大学2年生。あら、大学2年生、これにちょっとピンときちゃうね、王子。ダメ？履歴書の趣味と特技の欄が埋まらないと困っていました。自分が就活していた頃は、何と書いていたかなと考えてみましたが、思い出せず、面接官の目に留まるようなことを書いておくと、面接の時に会話のきっかけになるかもしれないと言っておきました。皆さんは履歴書の趣味は何と書きましたかということですね。履歴書の趣味の欄何書きました？趣味でもね、そういう時はちょっとまだお堅くね、書こうっていう風な王子も気持ちがありましたので、はい、スポーツ観戦とかね、そういうことにしてましたね。ああ、そうですね。なんかそういうのは無難かもしれないですよね。本来は違いますけどね。何？え、何？ちょっと、これはね、後のコーナーで言いますから。はい。もうなんか、王子の言いそうなことは想像がついて。想像つくの？え、みぞちゃんは？履歴書に書くんだよ。うん。だから、そういう時にはね、きちっとね、お堅いね、言葉で通じるように。あ、うん。ね、柔らかく言ったらちょっとね、ネオン街散歩する。おだまり。おだまり。なんか今、ベルの音が不発弾だったけど。みそちゃんはあれなんかあります？ああ、多分ね、ガーデニングとか、うんうん、まあそういうのを書いてたと思います。花を育てたりするのが好きだったので。うんうんうん。うん、と、あと料理ですね。そうですね。まあ、無難なところが多いですね。うんうん、そうやってね、受け答えするときはね。無難とか言わないで。なんて書いたかな。ダンサーズあるでしょ、うん、細かいものはハンダゴテで、あ、いろいろ、そうですね、いろいろ作ってるっていう、ハンダゴテであんなことやこんなこと、ね、そうそう、それまた違うんじゃないの。そうですか、はい、はい、なんかちょっと滑り気味だけど大丈夫かな。え、今王子じゃないよね。うん、じゃあ王子に伝染してしまったような気がするんですけど、あら、まあ、はい、ツイキャスでですね、沖縄ニュアンチュールさん、名古屋の皆さん、お久しぶりです。ということで、ありがとうございます。ありがとうございます。シュリームさん、こんばんは。継続は長州力です。なんだろう。あれあれ、もしかしたら。滑ってる、滑ってる。そちらの方にも、ねえ、ちょっと。王子菌がちょっと、あれかな。ちょっとあっちに行ってしまったかしら。大勝からもしさん、こんばんは。青森からツイキャスで見てます。ありがとうございます。さん、特急サナさん、こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。ありがとうございます。カブコイさん。ダンサーズさん、ミトニコミスキーさん、ヒゲを剃っても、ヤクミツルさん、こんばんは。MVP おめでとうございますと、あと、お誕生日もおめでとうございますって、あ、これね、某、西町の局のラジオの話の続きですね。うん、ですね。はい、はいはい、で、ね、趣味は前までは10年ぐらい前かな、ビリヤードをやっていて、毎月大会にも出ていたけど、今は三振ですかね。古典音楽たっぷりハマってますよ、ということで。いいですね。三振ですね。うん、素晴らしい。
あのシュプリームさんが土曜日の某読谷局のリモート出演では王子のハッスルぶり最高でした。今日はねもっとハッスルするよ。危険だよ。坂健さんこんばんは。みそさんお誕生日おめでとうございました。ありがとうございます。スプリームさん今シーズンは20年来の趣味のスノボを仕事にでき最高の冬を過ごしています。あらすごい。ああそうなんですよね。今ねインストラクターのお仕事やってられてるんで、うん、すごいですよね。はいということで、はい、じゃあもう一通読んでもいいですか。はい、はい、はい。名護市マナーさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。沖縄は桜もすっかり葉桜になってしまいましたよ。テーマ趣味。趣味というものはその時代時代で変わりますよね。若い時は写真とか読書だったり釣りの時期もあったり趣味と実益を兼ねて執筆していたり旅行だったりラジオにハマったりお花に魅せられたり趣味というより好きなことがどんどん変わりました。そして一環として好きなことはやはり美味しいものを作ることかもしれません。そして美味しいものを食べることかもしれませんね。これからはあちこち旅行してその土地の美味しいものを食べに行きたいなと思っています。そのためにもコロナ禍が一日でも収束することですね。それでは一日でも早く名古屋の皆様とお会いできますようにということでありがとうございます。そうですよね。もう今のこのね、うん、コロナがねどんどん収束というか少なくなってはね来てますけども、ね、もう一頑張りですよね。そうすればね、お出来を ね許しちゃいけないので、うん、ですね。あの島田さんはねその執筆ということでなんかそのお話小説を書かれてたりとかね、はい、すごいですね、うん、釣りの時期もあったということで、うんうん、すごい趣味多趣味ですね、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はいはい、ということで CM ですね。 CM です。はい、はい、CM です。キウナ名古屋。建設内装材のことなら名古屋の中川名木、奈良、桜、花梨など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋市厚田区にあるトリプル8ではフォークリフトの整備塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん今すぐ052-653-0071 052-653-0071 までお電話を。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里まんじゅうとくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユーレール首里駅から徒歩3分、電話098-884-5901。中村製菓。大城バネサです。私の最新アルバム大城バネサザカバーズには美空ひばりさんの一本の鉛筆から上村かなさんのトイレの神様まで全部で10曲入ってます。とっても素敵なアルバムになってますよ。ぜひ皆さん聴いてくださいね。私ども東海共和株式会社は陸上海上輸送を一貫サポート。名古屋沖縄間の物流をはじめ日本全国をカバー、さらに海外への輸送も行っています。お客様の大切な貨物を運びます。東海共和株式会社 052-389-7817。 キウナ名古屋。はい、電話ゲストコーナーでございます。本日は毎週 FM ギノワンで毎週水曜日22時30分から放送中の番組小室ゆりの夜サプリの MC をされていらっしゃいます小室ゆりさんになります。こんばんは。こんばんは、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。どうもです。はい、私は初めましてに、ラジオではで初めましてになります。名古屋のダンサーズと言います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。改めまして自己紹介の方お願いしてもよろしかったですか。はい、それでは、キウナ名古屋をお
お聞きの皆様、はじめまして。FM ギノワンで毎週水曜日22時30分から小室ゆりの夜そりの担当パーソナリティをしております、小室ゆりです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、小室さんですけども、このラジオの番、はい、夜サプリですけども、主にどのようなコンセプトでされていらっしゃるんでしょうか。はい、あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメントというコンセプトをもとに、恋愛とそして性の、なかなかね、日本人ここ情報を取りに行けないので、はい、FM ギノワンの山内社長のお許しをいただきまして、堂々と性の情報をお伝えしております。はい、ああ、山内社長大好きですよね、そういったところが。そう、あの人、変態ですからね。皆さん知ってますので、それは。はい。皆さん知ってるんですよね。はい。そういったところですね、この、私もですね、小室ゆりさんのラジオの方、聞かさせていただいたんですけども、結構あれですね、はい、うん、すごいところだ、すごいところ、ぐいぐい来るなと思って聞いておりましたけども、実際に、はい、行きますよ。実際に、皆様から相談っていろいろあるかと思うんですけども、はい、相談の中で、うん、わ、これは困ったなっていうようなことってありましたか？今のところは困ったなっていうご質問はないんですけれども、皆さんやっぱり性の情報が足りなくて、はい、割とこう基本的なところで悩まれてるなっていうのが正直な感想です。あ、そうなんですか。基本的な、うん、基本的というとどういったことなんですか？例えば女性を満足させたいけれどもさせられない、はい、とか、はい、あとは女性自身も、はい、やっぱこう性体験がうまくいかないっていうところで悩んでる方はかなり多いですね。ああ、そうなんですね、うん、すいません、めっちゃ喋りづらい話ですよね。いやいや、そのですね、今のこの状況下でですけども、今ですね、一応ですね、このメンバーの中に女性もいますので、はい、その女性の立場から、このものからもご意見を賜りたいなと思います。変わります。あ、はい、みそにこみすきと申します。はじめまして、小室さん。みそにこみすきさん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ラジオ番組でですね、なかなか性について語るっていうのは、すごく難しくて、その、まあ、女性の立場からも、なんかこう言葉を選ぶというか、どこまで話していいのかなっていうところを悩むんですけれども、あえてその部分にそのラジオ番組で、まあ、コミュニティですけれどもできるっていうのはまたちょっと興味深いところではありますよね。そうですね、ラジオだからお伝えできることもあるのかなというのがやってた感じころですね。ですね、なかなかそのやっぱりこう学校学校では学べないというか、なんかある意味タブーな部分っていうのがありすぎて、ね、なかなかあと友達同士でも話すのもどうなのかなって思う部分も結構あって、なんかまあ、今はね、ずいぶんオープンになったというか、こういう、その性に関してで結構理解も深まってる部分もあるんですけれども、やっぱりまだまだっていうところを感じるんですよね、女性としては。うん、それがラジオになると、はい、こう一人で聞けるじゃないですか。あ、なるほど。だから性の情報というのももしかしたら、はい、聞きやすいのかもしれないですよね。なるほど。あと小室さん、心理カウンセラーもやられてるということをお聞きしたんですけれども、はい、その心理カウンセラーっていう立場から、そのどういった、なんて言ったらいいんでしょうね、その心理カウンセラーという立場から見てもこういったラジオってどんな感じなんでしょうか？心理カウンセラーからするとですね、まあ、私のところに来るお悩みってやっぱり性のことが関わっていることがほとんどなので、はい、性のことってやっぱり心因性のものがすごく大きいんです、うん、つまり心の問題から性の悩みに発展していることっていうのがすごく多いので、うん、あ、なるほど。その点はやっぱりラジオっていうこの媒体はすごく届きやすいなと思ってます。なるほど、そうなんですね。やっぱり顔が見えないからちょっと話しやすいっていう部分もあるんでしょうかね。そうそうそう、電話と同じ感覚かもしれないですよね。ああ、なるほどね。
なるほど。今あのですね、ちょっと隣でね、とっても小室さんと話したそうにしている人がいるので、変わってもいいでしょうか。はい、もちろんです。こんばんは。滑り王子マスクマンです。あのですね。まだ滑ってないよ。あのね、滑るときにはね、やっぱり使いますもんね。滑りが必要なときはちゃんとね、あるでしょ？ね、うん、あるでしょ？あれは使わないとね、滑らかにいかないですからね。ふざけるな！まさにね、え？まさに今週その話してます。あ、そう？あのね、ほん、そう、明日あのね、本当はね、王子ね、ゆりさんにね、家庭教師にね、来ていただきたいもん。あら。もう、ワンツーマンでね、教えていただきたいもん。殴られてますよ。大丈夫、これいつものことだからね。だってさ、ね、ゆりさんのね、この夜サプリ、これね、王子だったらね、一日にね、2ダースぐらい使っちゃうもん。お黙り。お黙り。そう、夜サプリよね。そう。なんかこれ、また今滑ってる感じ？一日二ダース分お出しするんで忘れてありがとうございます。あのね、久しぶりにですね、私ですね、女性の方にね、特に女性の方多いんですけども、疲れた体をね、癒していただくために、エールをね、送っておりますので。やめてよ。やりますよ。久しぶりにね、もう何ヶ月かぶりぐらいに、やりますけどもね、ゆりさんに向けてですね、エールを送りたいと思いますのでね、はい、耳ね、かっぽじって聞いてね。かっぽじって何って。いきますよ。はい。ゆりさん、大事な人には内緒ですよ。お背中流しましょうか。こんな感じで。お引き取りください。ね、インパクトがなかったら、ちゃんとね、監督のようにね、白いブリーフ履いて、肩にカメラ担いで、ちゃんとお背中流しに行きますので。お引き取りください。どう？どうじゃない。何がどうだ。どう？すいません、小室さん。本当に申し訳ございません。もうこうやってとっちらかった空気にして、本当に申し訳ないです。本当に申し訳ございません。なんか完璧なトークだよね。いやいやいや。もうこんなことで大事な時間を使わないで。え？スプリームさんがツイキャスで、小室ゆりさんと名古屋といえば、昨年、坪井のりお先生のラジオに出ていましたし、その番組のリポーターが FM 小座で、沖国大の番組に MC だったということを、奇跡の縁っていうことでね、CBC にもね、出てらっしゃったんですよね。そうなんです。ねえ。あと、カープボーイさんが、小室ゆりさん、だズーム忘年会の時もすごい嬉しかったっていうことで、そうですね、はい、FM ギノワンの忘年会でもね、とっても、可愛らしい、ね、コスチュームで出て参加していただいたの、うん、とっても覚えてます。そうだね、ね、それがご縁ですもんね。そうだね、そうだね、はい、今の坪井のりおさんとね聞くとね、王子もね、はい、ちょっとオファーを出してるんですけども。あ、もう王子時間ないからいいから、もう。ちゃんといいかな。もっとお話したいのに。すいません、お時間が、ね、最後にですね、番組のもう一度ご紹介をしていただけますでしょうか。はい、ありがとうございます。はい、毎週水曜日22時30分から、室ゆりの夜サプリ、あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメントをお届けしております。どうぞ、聞いてください。ありがとうございます。ありがとうございました。本当に小室ゆりさん、こんな、こんな、その男に付き合っていただきまして、ありがとうございます。今日、すごいいいトークだったよね。はい、もう、王子ね。はい。はい、もういい。ということで、終わり？はい。もう、やめて。はい。すいません。本日の小室ゆりさん、ごめんなさいね。本日は、FM ギノワンで MC をされています、小室ゆりの夜サプリの MC されています小室ゆりさんでした。どうもありがとうございました。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 キユナ
名古屋。はい、ということで、もう王子散らかさないで、せっかくのゲストさん。今日すごいいいトークできたな。はい、メールいきますよ。はい。はい。キウ名古屋の皆さん、こんばんにゃ。こんばんにゃ。今週のテーマ、趣味。あれ？ラジオネームがない。ラジオネームがありませんが、はい、フルムーンイカリーさんですね。はい、はい、ありがとうございます。僕の趣味は映画鑑賞です。話題作はもちろんミニシアター系の映画なども気になる映画などあれば見に行きます。例えば家で2時間テレビを見る時間があればテレビのドラマとかバラエティ番組を見るよりも映画の DVD を見た方が得だよなと思います。それはなぜかというと映画の方が作品に多額の制作費をかけて作られているからです。もちろん低予算映画などもありますが、限られた時間の中に作り手の思いが凝縮されていると思うのです。最近はネットで見れる様々な映画専門チャンネルが当たり前になってきましたね。ネットフリックスとかアマゾンプライムとか1チャンネル月額1000円以内で見られるのが魅力的ですね。僕も熟考した結果、元旦からディズニープラスに入りました。ネットフリックスに入らなかったと高校生の息子からは大賓縮でしたが、毎週金曜日の夜は家族揃ってディズニープラスのオリジナル番組を見ています。映画さながらのクオリティで約30分もない作品ですが、とても見応えがありますということです。ありがとうございます。ありがとうございます。家族でいいですね、揃ってっていうのはね。うん、ですね、はい。ということでね、もうあっという間に時間がですね。はい、またちょっと紹介できなかったメール来週紹介いたします、はい、ではエンディングです、はいはい、来週のテーマは工場ファクトリー。来週のテーマは工場ファクトリーです。この番組は陸上海上輸送一貫サポート東海共和ザ・カバーズ絶賛発売中大城バネサの R サプライフォークリフト整備塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプル A と名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓。高級木材のご用名は名古屋中川名木。個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたしました。はい、ということで、はい、今週もお聞きくださいましてありがとうございました。ありがとうございます。小森ゆりさんからナイススリップでしたナイスですね。王子滑りすぎだよ今日は。滑りすぎ。え、滑った？うん、滑ってる。はい、滑ってる、はい、いつもだけど、はい、さらに今日は退場やめて、退場やめてねはい、今週もお聞きくださいましてありがとうございました。ありがとうございます。閉店ガラガラ。まだ時間あるんだよこの余韻がね、はい、余韻がいいよね。余韻がね、はい、ですね、うん、はいはい、シュプリームさん、王子、はい、パンツとズボン履いてますよね。はい、ということで、はい、内緒、はい、ありがとうございました。安心してください、履いてます。はい、はい、今週もお聞きくださいました。ありがとうございました。ありがとうございます。あのね、台湾佐藤吉さんが、こんばんは、名古屋の人に教えてください。大須商店街って結構いいとこだそうですが、どんなとこですか？面白いよね。面白いですよね。老若男女が集う場所です。そして結構美味しいものいっぱいあります。そうですね。ソウルフードあります。バーモントさん、王子さん、フランクすぎますって。はい。本当だよ。本当にね。ねえ。びっくりするわ。いや、もうテンションがね、どんどん上がってくからね。ねえ。はい、ということで。はい、ということで、ありがとうございました。また来週。